はい、こんにちは。ストームチェイサーの青木です。今回はね、ちょっと私のチャンネルにふさわしいのかどうかわからないんですけども、地震雲について話します。最近またね、地震が増えてきて、大きな地震があるたびに SNS 上を賑わすのが地震雲の話題ですよね。まあね、これもやれやれまたかぐらいの感じで見てるんですけども、皆さんどうですか？地震雲信じてます？私はね、基本信じてません。99% 否定派です。これなんで 100% かじゃないかっていうと、残りの 1% はわからないってのが入ってるんですよ。まだほら、今の科学ではね、この地震雲の存在って認められてはいないんだけども、ないともこれね、証明されてないんだよね。あるともないとも証明されてないから、残りの 1% はわからないにしてるんですよ。まあね、地中で起こることと上空にある雲だから、それをどうやって紐づけるのかっていうのをね、私もいろいろ考えてみたんですけども、いやーちょっとね、私の頭じゃ何とも答えが出ないんですよね。まあ地震雲って言われてもな、雲で地震がね、予知できるとしたら、本当にそれができるなら、気象庁とかそのシステムもうとっくに導入してるでしょ。ね。あっちはほらね、気象のプロの集団だから、私らよりもよっぽど詳しい人が多いわけで、そういうことについてもね、当然知ってるはずだからね。もしこれあればだよ。あれば絶対それはね、システム化されてるはずだよ。でもね、そんなのはないでしょ。だから、それね、雲見たって地震が来るってわかんないから、だからほら、地震予知連とかさ、わざわざその税金投入して、そうやって専門家を集めて、いろんな意見を聞きつつ、ね、今度はここが危ないんじゃないかっていうね、なんかこう予知とかしてるわけじゃないですか。なんか雲で分かったら誰も苦労はしないって。ほら、日本ってね、地震大国じゃないですか。もう毎日日本のどっかでは地震って起きてるわけで、それもね、1回や2回じゃないでしょ。なんかもっとたくさんね、毎日起こってるわけでさ。今日変わった雲を見たから、明日地震が起こるよって誰かが言えばね、これ間違いなく当たるんですよ。外れる方がこれ難しいよ。もうそれこそね、外れくじのない福引きみたいなものです。誰が言ったって当たっちゃうんですよ、これは。うん。その辺がね、まあ、やっぱり、ね、この SNS 時代のなんていうかな、闇というか。なんかもうちょっと考えればわかるんだけども、それをなんかね、もっともらしく言うとね、それにコロッと騙されちゃう人がね、一定数いるんですよ、やっぱり。何かこう地震雲の話題が出るたびにね、これに近いものがあるなって思うのが、1930年代のアメリカのラジオドラマで、宇宙戦争っていうね、ラジオドラマがあったんですけども、まあ当然私もね、これリアルタイムで聞いてるわけじゃないですけど、それでね、火星人襲来っていうのがあって、それを真に受けて事実だと思ってパニックを起こして死人まで出たっていう、その伝説的な話があるんですよ。これに近いものを感じちゃうんですよね。まあこの話もね、後にこれはでっち上げだったっていうのはね、証明されてるんですけども、だから地震雲って最初に言い出したの誰なんだよって話になるわけですよね。そうなるとね、誰かがネタとして発信したものをね、それを面白おかしくね、広げちゃったのか、本当にこうなんかね、その科学的にそういうことを調べている人が、まあ仮説として立てたものなのかっていうのは、まあ正直わからないですよね。まあね、やっぱりこういうことってね、科学の裏付けが必要なんで、現時点で
ね、この21世紀になってもそれはありませんよっていう話になってくればやっぱりないんでしょうね。もう多くの気象関係者とか気象の研究者がね、ないって言ってますから。うん、まあ私の残り 1% のわからないっていうのも多分ね、まあ何十年か先にはね、白黒はっきりすると思います。まあそれまで私が生きてるかどうかわかんないけどね。まあ地震雲に関してはまあこういう話題はね、スルーした方がいいですよって話ですよ。これつまんないことでいちいちね、何かこう不安に感じてしまったりとか、そういうのってなんかやっぱつまんないじゃないですか。ネットの情報なんてね、話半分ぐらいで聞いててちょうどいいんですよ。半分は正しいけど半分は間違ってる、そのぐらいでね、ちょうどいいと思いますよ。もうどうせ情報収集するならね、もっとこう生活に役立つ情報をね、収集した方がいいっすよ。そんな根も葉もない噂をね、いちいち信じて議論するだけでもそんな時間がもったいない、そんなの。うん、まあこれはね、都市伝説の一部だと思った方がいいです。そもそも地震雲っていうのが出どころが分かんないわけだから、そんなの真面目に議論したって意味はないっていう話ですよね。まあ私的にはありませんということで、今回は締めたいと思います。どうもありがとうございました。